さてと買ってきましたけどね、いややっちゃいましたよ。まあ靴はねちゃんと買いましたよということなんですけどね、まあ、ニューバランスのね新しいの買いました。まあこういう時ね、私普段もずっとニューバランスなんで、そうするとサイズはね分かってますから、それでねパッと買えますからね。そう、普段使ってる履いてるね種類のやつとはちょっと別のやつ、履いとったやつ311ね、いつも使ってたんですけど、あれがちょっとね今店頭に、見当たらなかったんで、とりあえず、ね、ちょっと別のやつでね、同じサイズのやつでね、良さげなやつでね、ちょっと買ってきました。まあこの後いっぱいすると思いますけどね、まあ、こんな感じのね、ニューバランス買ってきましたよということですね。そう、普段あんまり、買わない色合いですけどね、まあまあせっかくですしね、いいじゃないかということでね買ってみましたよというのと、でね、ついつい食品売り場でね、買い物しちゃいましてね。そうそうそう。まあ、とりあえずお茶はね、まあ、これはいるよということでね、お茶を一つ買っといたのと、あとはね、なんかね、あれね、こっちに来たら、やっぱちょっと、緑のたぬきもね、ちゃんとね、関西限定になります。やっぱね、伊賀に来ると関西限定にね、西に変わりますんでね。そう。のんべえも変わるんですけど、まあ、こっちの方がね、倍、ね、わかりやすいじゃないですか。関西限定ってパッと書いてあるんでね、のんべえ書いてないですからね。そうそう。あったりと、で、あれなんですよ、なんか北海道フェアっていうのをやってたみたいでね、北海道らしいものってね、ついてね、なんかベル食品のほんのふりかけあるんですね。最近、お弁当自分で作ってるんでね、ふりかけね、重要なんでね、あ、これ美味しそうやなと思ってね、ベルのジンギスカンの味がするらしいです。まあ、ベル食品がそのまま作ってるらしいんで、まあまあまあ、これはちょっと期待できるなっていうので、ね、買ったのと、あとあれですね、焼きそば弁当がなんかえらい勝負に出たんですね。札幌味噌ラーメン風、札幌味噌ラーメン風焼きそば弁当っていう焼きそば作っちゃったんですね。これどこだよなってね、ちょっと気になったんでね。でもやっぱそば、焼きそば弁当じゃないですか、そば弁じゃないですか。ね、やっぱし北海道ではもう、確固たる地位を築いたこの焼きそば弁当がなんと、札幌味噌ラーメンの焼きそば出すっていうんやから、これは買っとかなあかんやろってことでね。まあこれはきっとね、札幌で今お笑いのやつだと思いますしね。で、同じくね、これもマルちゃんなんですけどね、スープカレーラーメンなんていうのを今出してるんですね。まあ何せマルちゃんはさっきも言いましたけど、北海道ではもう札幌一番よりも何よりもマルちゃんが一番強いって言われるぐらいね、マルちゃんは絶大的な北海道での支援を得ているやつですから。で、これも北海道の北海道工場にわざわざ北海道工場製造って書いてありますからね、こんなところに。ってことはこれやっぱ、ドサンコ納得させんとあきませんからね。で、きっと相当自信作ということでしょうから、ちょっと気になったら聞いてみました。なんでなことやってますからね。危ない。これ電車の旅でこんなことやっとったら大変ですからね。そうそうそう。こういう時はやっぱ前からの時はね、もうこれをね、まあさすがに、ですから冷蔵品はね、冷蔵品だけは買わないようにしときましたけど、あ、ね、常温品でしたらね、車のトランクに突っ込んどきゃいいですからね。こういう時、毎回やると便利です。まあ、特に一人ですからね、助手席誰も乗るわけじゃないですからね、私の車を。で、まあ、先に向かっていきましょう。あれはね、満喫かどうかでね、ちょっと、元気してやろうと思いますね。では、先を進んでまいりましょう。で、予定では、伊賀上野の、伊賀上野のサービスエリアじゃなくて、ドライブインね、のところで買ってこうかなと思ってますけど、どっちから出たらいいんだっけ、これ。こっちでいいのかな。一方通行だったっけ。こっちだ。ね。こっから出れますからね。普段に、いつも日中の方止めてたんだな。昼、夜に来ることないですからね。よいしょ。よし。で、市街地の方、近い方に来たんですかね。そう。伊賀越の蔵あったんだ。この辺りのご当地醤油のね、お店ですね。たまり醤油とか確か美味しかったよ。記憶ありますよ。
確かさっきのインターのところを、プラントさんとかがある方面ね、ちょっと南の方、南でいいのかな、うん、の方に、向かっていくとでっかーい、酒蔵工場がありますけどね、伊賀越さんの、うん、そうそうそう、あそこはすごい大きいですよ、うん、とかってのがあったりします。なんですご当地醤油なんで、あ、三重県でも結構四日市の方に来るとそこまで流通してないね、規模のところでもやっぱ、あ、こんなにも蔵って大きいんやなって思えるね、ものがあったりしますね。ドック食うところがあればいいけど、そんまないんだよな、ここら辺。税務署の名前も上野税務署だったりしますんでね、この辺りはもともとやっぱ上野市だったっていうの流れがね、この辺りにも随所に垣間見えます。温泉になったらような気がするんだけど、なんかいいな。まあ、里とかをやってますしね。この辺りで一発もう9時前なんでね、今なんやかんやね、その食品売り場まで見ちゃっとったんでね、もうね、8時40分過ぎてますからね。さあ、おっとっと、おっとっと、おお。ずっと登っていくと上野のね市街地の方に入ってきますからね。まあまあこの辺りももう市街地って言っていいのかな。うん。郊外型なんでね、多少ちょっとだらっ広いですからね。で道ずっていくと上野市駅とかがある方に行くのはもう一歩横の通りだったっけ。あのこの通りからは行けなかったか。ファミマがあってと、あ、間違えた。あ、うん、私間違えてインターの方に来ちゃいましたね。インターでもない方に来ちゃいましたね。しまった、間違えた間違えた。これ名阪国道だ。だから上野市駅の方面と逆の方に行っちゃってましたね。あ、そっか。しまったしまった。間違えた。はあ、そうやね。来た方向に戻ってたんやから、そやそやな。ああ、しまった。うん。ボケっとしとった。うん。まずいな。これやっぱ針のあたりで休んだ方がいいな。うん。どうしような。まあ別に、有料の高速道路じゃないですからね。別に出て降りて出て降りてすりゃいいんで。いいんですけど。行けたっけな。確かこれでインターの方に入る。友のね、インターの方に入れるはずですからね。よっしゃ。できましたやだ。ここもね、意外と出入り口が分かりにくいですからね。よし。さ。でこのまんま本線にゴー。ここ越えたら合流なんですよ。ここもねなかなかな構造ですからね。あ、よかった。車がない。購入しやすい。いや、よかったよかった。で、まあ、明発ほど戻りました。まあまあまあ、40分ほどね、時間使いましたけど、まあ、これで無事、新しいシューズもね、手にしましたが、これでまたね、いろんなところ散歩行きますからね。いや、これはもう投資ですよ。これは経費で落ちますかね。もう、まあ、言うの遅いですけどね。あ、もう、自販機しかついてないな。そう、本当は
針の温泉が空いてるんだったらね、あそこで入ってこうと思ったんですけど、今なんか臨時休館になってるみたいですね、あそこ。リニューアル工事なんかちょっと何か分かりませんけど、ってことであそこの温泉も諦めて、ちなみにここに幻のパーキングエリアもありますけどね、どこだったっけ、もうちょっと先ですよね、ここか、もうちょっと先だ、ここにパーキングエリアが一度ありますけどね、もうこの時間何もやってないですけどね、一応あ自販機もあるのか、ね、この自販機のはなかなか独特なものがいっぱいありますからね、これで月ヶ瀬の方に抜けていく感じなんですね、月ヶ瀬は京都ですけどね、そう。この辺りは結構奈良と三重と京都、滋賀の県境が結構入り組んでますので面白いですよ、うん、言うても天理まで35キロですからね、北のインターを過ぎて、これで、ね、収めるだって書いて、これで、ね、はったじゃなくて、はったって読みますからね、こっちの方は、うん、クレコー工業、クレから来てるんでしょうね、ですからもう言うとるうちに山沿いは山沿い村っていう奈良県の町になりますから、もう奈良県に入るはずですよ、どっからだったっけな、案内出るはずですけどね、あんまり大きくないんですよ、普通の高速道路って感じ、一般国道なんで、ここはそうですね、山沿いですから、もう越えてますね、もう奈良県突入してますね、山添村またはね魅力的な町です、この辺りから9の25号を走るとまた面白い道ですからね、この辺は実は上り勾配急なんですよね、まあ、エアコン切った後もなかなか登らないもんな、が小倉のインターですね、ここで降りていきましょう、よしでね、春から下道の方に入っていくといい感じでね、また大阪の南部の方に出やすいんで、あえてね、天理の方をね、からもうさらに迂回して、橿原とかあっちの方がね、抜け形になりますからね。さあ、ちょっと休憩がてら、このまんま一回本線合流するんだっけ、合流なしで行けたっけ、ここからそうね、ここからそのまんま、道の駅とかがある方に入れますからね、それ以外と便利なんですよね、ここでこうやって曲がっていくと入れますよ、でここにねコンビニなんかもありますけども、この中、あ、王将がやっている、王将 あったっけ、こんなところ王将前から新しいよな、この王将、お何時まで王将で食べよう、新しいね、だいたい10時ラスト10時閉店とか多いんで、ちょっとラストオーダーギリギリかもしれんけど、まあ、一人パッと食べるならいいでしょ、24時までやってる、さすがもう分かってる王将は、この辺りね、ああね、奈良とかこの辺りのねニーズはねしっかりと向かっておりますよ、
24時まで営業で、このインターナル、ここで、ね、多分ドライブインから食べに行ってもね、いいでしょうから、ここ自体は大型車は飛べなさそうですけど、いいですね、助かります。じゃあ早速王将食べていきましょう。やったー。